県などによりますと、アメリカ軍は今月11日から13日までの間、在日アメリカ海軍佐世保基地所属の掃海艇チーフを石垣港に寄港させると通告しています。県としては米軍による民間港湾の使用は、まあ、これまでも緊急時を除き自粛するべきであるというように考え、その旨伝えてきております。玉城知事は今日の会見で、アメリカ軍の民間港の利用は緊急時を除き自粛すべきとの考えを強調した上で、県として今後の対応を検討する考えを示しました。日米地位協定ではアメリカ軍による港の利用には事前の通告が必要とされていますが、自治体が許可や不許可を判断する権限の記述はなく、石垣市の中山市長は寄港を容認しています。アメリカ軍の艦船の石垣港への寄港は2009年以来となります。